はい、どうもハルパパです。今日もですねアンチャーテッド4やっていこうと思います。今日はですね、まあね、4人でね家に帰ろうとしてたんですけれども、サムのアンちゃんがですね、何またね欲を出してしまってね、宝を取りに行ってしまったんですよね。それをね、戻るぞと、連れ戻しに今、ネイトが一人で行っております。エレナとね、なんだっけ、サリバンは、もう、飛行機で待つということで、こちらは私一人で、ネイトは一人で行くような形でございます。よいしょ。一人は寂しいよね。おい、あれは。足跡。足跡。サム！サムだな、これは分かりやすい。よいしょ。君の悪い山に行ってサム助けて、こっからずらかる。うん、明日には全て解決っと。本当か？なんか嫌な予感がしませんか？危ねえ。よしよしよし、なんか敵が出る予感がするんだけど、俺だけかなその気がすんの。足跡が来てる。どうやっていくか、この高さ。無理だろこれ。え？あれじゃん絶対。絶対これじゃん。どこを目指せばいいんだ。これでいいんだよね。よしよし。ちょっと待ってよ。あんまそんな時間かけるとこじゃないからこれ。よしよし。よいしょよいしょよっしゃ。さあ上登ってきましょう。どこだ。ほんとサムは手かかるやつだな。おっ、うっぷっぷっ、危ねえ。どんどん上に登りましょう。およし、足跡いいぞ。よかった。だったらボコボコにする。うっ、ぷっ。やばい、これは落ちたら死ぬ。落ちたら死ぬ。よしよし。道が、ない。よし。すげえな、こんな。鳥しか行かねえだろ、こんなとこ。あれジャンプで行くのかな。オッケー。よっしゃ、危ねえ。怖え。鳥が巣作りそうなところだよね。そこ？これ落ちたら死ぬよ、絶対。あ、これやな、これ。危ない危ない。あ、怖え。よいしょ。すごいな、スイスイ登ってくな。よっしゃ、どこだ。こっちか。足跡は何これ、何これって言ったか。あれだったね、焚き火かなんかやってるよね。何これ、死んでるじゃん。なんか
死んでるじゃん、ここ。足跡発見。じゃ行くか。もうすぐサムに追いつくんじゃない？おお出た。そういうパターン出た。おお危ない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 。早く登、早めに登っちゃおう。危ないです危ないです。怖え。本当ネイト全てを破壊しながら行くな。よし、そこだな。よし。出た。滑ってジャンプパターンね、これね。滑ってジャンプのコーナーだよね、これ。あ、俺。ちょっと、よしよしよし。やばい、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 やばい。いっそー、やばいじゃないじゃん、これ。あぶねえ。危ねえ。危ねえ。おっかねえよ。危ねえっていうかもうほんとほとんどアウトだよね。ええー、ちょっと待ってこれどうすればいいの。フッツフッツっていうことで、ほんとにこのサムほんといい迷惑。でもそう、でもサムみたいな人いないとゲーム終わっちゃうからね。すげえ綺麗だな。そしてなんだよこの綺麗さ。よいしょ。おー、あ、落ちていいのね。うっつうっつうっつ。よし、あれも、なるほど。うっつ、どっちに、こっちに、こっちに一回行こう。よいしょ。おお、これすごいな。すごい、スパイダーマンみたい。え、まさかダブルジャンプ、二段階ジャンプみたいな感じ。相当振らないとダメだぞこれ。いや、できねえだろ。よし、もう一回で。よし、行くよ。できるって。ほっ、うわー、やっべー。うわー、危ねー。できた。危ねー。うわっ、うね、よし。やばかったな。やっぱこれ降りなきゃダメ？おい、マジかよ。
さてと、これを、分かりづらいぞ。とりあえず地上まで来て、よいしょ。なんだあれ。なんでもないと。よいしょ。どこに行かんだ？ここか。いやー、遠いな。ん？なんだ？いい、そういうの。あとで。とりあえず今はね、お宝はいいんだ。お宝は今はいらないんだ。お、何？なんかピシって、ピシって。ちょっと待って、どっから上に上がるんだ、これ。どっから？ぽいな、ぽいな。え、これ何これ？下？お。お、おぉ。一回上がろう、一回上がろう。なんだこれ、なんだこれ。終わりそうかい。これで最後です。よし、もうここにいんじゃん。急げば追いつける。てか宝じゃんこれ。え、誰？サム？サムめ、ボートを盗みやがった。サムだ。エブリーの船だ。行くぞ。やめな。お？帰るよ。どうして？なんだと？大勢の仲間が死んだ、うん、他の奴らは帰ったよ。あれを見ろ。いいか、ゴールは目の前なんだぞ。洞窟はあのイカれた海賊の罠だらけ。確かに。私はあの船には行かない。ナディン、今ここで逃げ出したらお前の部下の命やこれまでの全てが無駄になるんだぞ。もう金は山ほど手に入れたろ。それに命があれば儲けもん。部下に見捨てられるはずだ。なんだって。ちょいちょい仲間割れするよね。今まさに歴史を変えようっていうのに、お前はそんなはした金で降りるってのか。はした金、その何倍も手にするんだぞ。奴が船から生きて帰れるなら持ってきゃいい。その資格がある。あんたと違ってね。いいか。あちゃー。ここで一日中罵り合うか、本来の目的を達成。強い。終わりにするんだよ。強い。あ、悪いなボス。レイフサイドと、え？レイフサイドについてんだ。マジか。傭兵の世界ではな。金だ。忠誠ってのは。買うもんだ。得るもんじゃない。さあどうする。俺と一緒に最後まで見届けるか、うん、なるほど。今ここで死ぬか、それともここで終わりにするか。歴史を変えに行くよ。そう来なくちゃ。やっぱほんと根っからの悪なんだろうね、レイフって。さあどうぞ。しかしナディーンは戦いが強いよね、単純に。あれ船ないのかな。オッケーオッケー。なんでこんなところで迷ってんだ俺。よし出ましょう。よし、もう最後の、おお最後だ。そうですか、最後の秘宝。次が最後になりそうな気配ですね。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。